どうも、エルザです。それでは、嘘つき姫と桃小路やっていきたいと思います。さあ、続きですね。さあ、次の面に行きましょう。おー、次は1枚だね。この足場は2人で乗ると壊れてしまいそうです。王子と手をつないで、はいはいはい、歩いてとお願いしてみましょう。あー、あそこまではちょっとあれだな。こうだね。さあ、歩いて。耳元でささやく感じなんだね。ちょっともう一回見てみよう。うん、ささやいてるね。かわいいな。これは？ああ、普通だったね。で、これは積極的に活用すると。ああ、意外とこの亀のギミックは大事かもしれないね。ああ、なるほど。先に王子を。なぜ取れぬ？ほい、あー、よし。これでもいきなり出てきたりとかあるのかな。前回飛び出てきたりしてたからね。上のあの動きかわいいな、敵の。あ、王子。あー、で泣くんだ、王子死んだら。はあ、先に連れていけばいいというわけではないと。マジか、いい感じで見えないんだね、てめえ。よくもさっきは。なんだろうな、小さい時兄弟で手をつないで歩いてたような感じになるね。で、これ間違えて踏むとゲームオーバーだね。ほう、これ言ってもらうしかないよね。で、姫は上。よし、行こう。いやー、順調順調。ちょっと待った。これ上絶対あるでしょ。よしよしよし。はあ。マジでこんなん隠してあるの？そう考えるとなかなかだな。気づくかどうかだね。ほ、乗れる？オッケー。そしたら危な、特にはなしだね。いやー、角が気になるなー。一旦王子こっち連れてきて、あー、狼だと高いところから降りてもって感じか。なんかすごいな、ここ。巣かな、目が光ってるよね。あ、そういうことか。さあ、新しいお花ゲット。よし、これで OK。 危ない、よし。で、はい、王子。
名古屋か。めちゃくちゃ癒されるわ。じゃあちょっと歩いて。あ、王子。なんだろうな、ちょっとかわいそうなんだけど、めっちゃ可愛く見えるね。さあ、これで連れていけると。あ、下ができてたわけね。はいはいはい。そういうことか。お、次ですね。どれほど歩いたでしょうか。気がつくと、あたりはすっかり暗くなっていました。姫は慣れない人間の姿で、王子は見えない目で危険な森を歩き続けたので、二人ともクタクタです。二人のお腹がぐーっと鳴り始めた頃、ちょうどよく休めそうな場所が見つかりました。王子、今日はここで休みましょう。姫は王子にそう告げると、夕食の準備を始めました。じゃん。姫はとっておきの肉を取り出しました。さあ王子、どうぞ召し上がれ。肉は姫の大好物です。きっと王子も喜んでくれるはず、とニコニコしながらぬるりと血が滴る肉を王子に手渡しました。ありがとう。差し出された肉を口にした王子は、うーんと首をかしげます。なんだか不思議な味だね。取れたての新鮮なウサギのお肉よ。どう？おいしいでしょ。姫は自信満々に胸を張ります。しかし、もしかして生のままのお肉。王子は思わず口にしたものを吐き出してしまいました。喜んでもらえるとばかり思っていた姫はキョトンとして王子を見つめています。ごめんね、僕の国ではお肉を生で食べることがなくて。むせながら謝る王子を見て、姫は罰の悪そうな顔をしました。そうなんだ。じゃあお肉はどうやって食べてるの？僕の国ではお肉は火で焼いて食べるんだよ。生で食べるとお腹を壊しちゃうから。え、火を使うの？火という言葉に姫はびくりと体をこわばらせました。化け物たちは火が大の苦手です。それを使うだなんて、想像しただけで姫は怖くなりました。そっか、ここには火がないから代わりに果物を取ってくるね。火を使うことができない姫はそう言ってその場をごまかしました。まあそうだよね、人間と魔物だったらそういう違いが出てくるってところだね。まあでもこの違いがどう大きく変わっていくのかというところか。あー、これはぬめりか。なんか出た、気持ち悪い。カエル？ハエ？バッタ？なんか混ざりすぎてよく分かんなかったけど。あー、じゃあ今回このネバネバのギミックが嫌だな。このほっ、幸いジャンプ攻撃はできるからいいけど。あー、狼の姿でもっていうとこだね。てか狼の姿だいぶ強いね。むしろ逃げていくもんね、相手がね。あのイノシシぐらいかな、向かってきたの。ほう、
これ上なんかあったんだろうか。いや特にないか。よし、もうやり込みがあると気になってしょうがないね。で、あ、こういうことか。普通に行ってしまったけど、まあいいか。先にクリアしてしまった。行こう、無事。さあ、なんかキノコがあるね。おお、すごい。あ、しかも高いところから降りても耐えれるね。キノコでジャンプか。マリオじゃん。ほんと、マリオだよ、これは。まあでもなんか、ふかふかしてるものってなるとやっぱ、キノコか。キノコマップか。よし。ほら、行こう、王子。よし。ほう。逆にこっちはあったね。でもお花畑があるわけではない感じだね。多分これ高さ的にギリ大丈夫かな。大丈夫そうだね。ほう、なんかあるね。とりあえず叩いてみよっか。ほう。あー、じゃあこういうギミック系は何かと叩くって思ってた方がいいか、狼で。これ叩いていくと、はあ、高さ的にだよね。王子来たらきつそうだな。まあ乗せてみようか。多分王子に先に歩いてもらって、よし、これで OK。 はい、あれ2人分ぐらいあるのか、重さなし。あー、また降りる感じか。さあ、壊して、おお、いいマット。高いところから落ちてもキノコの上に着地すれば大丈夫なようです。そうだね、大丈夫そうだったね。これ調子に乗ってジャンプすると大変なことになるってことか。で、こっちは王子待ってもらおうか。花びら1枚。オートセーブ入ったね。これどうなってるんだ、奥。ああ、ここモンスターが湧くところだね。ああ、これがあるぐらいか。で、ぴょーんと、はいはい、ゲットしていってか。あ、おじい、あ、なんで王子は助かってた。よし、危ない。ああ、一応あれなんだ、アイテムは取ってることになるんだ。へえ、
よし、じゃあ今回ここまでにしましょうか。時間的にキリがいいんでね。ということで、今回もここまでご視聴ありがとうございました。まあまた新しいキャラ出てきそうな感じするよね。エリアも新しくなったからね。まあ狼と王子との関係がまたどうなっていくのか楽しみなところです。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。